きやすかった。嘘だ、カミカミだよ。難しい、難しい。キャラ。お疲れ様でした。お疲れ様です。いや、激しい回でしたね。すいません。 MC どうでした？いや、もう緊張してなんかカミカミしちゃってすいません。あ、押しちゃってごめんなさい。大丈夫です、別に。緊張しましたね、確かに最初の方特にね。しました。だんだん慣れてくると思いますんでね、はい、あ、今日めっちゃ面白かったよ。あの、自己紹介でプラス一言つけるとね、やっぱちょっとお得な感じがしますんで、大体名前とよろしくお願いしますだけ言ってもあっとるわってなっちゃうから、まあ、それは今後も続けていったらいいんじゃないかなと思いますよ。はい、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。あとはビッグハート、あれはどういう大きな、すごい面白かったですね。本当にとっさに、あ、もともとあるなんかノイミーの何かじゃなくて普通にあの場で出た心の叫びが、あー、ダサいですね。本当ちょっとすごい面白かったです。すごい、みんなあのビッグハートでいっぱいたくさんコメント来てるんで、おそらく握手会でたくさんやらされるんじゃないですか。あ、ネタが、そのダサさが好きって書いてあります。磨きます。スター性を感じました。あとはですね、あ、でもね、コメント、その告白もそうだし、あとキャラ発掘もそうですけど、まあ、今回の、まあ、ちょっとテーマ的にはそのやりきる、恥ずかしがらない、演技してる最中は外に出ないっていうのはちゃんと守れてたんじゃないですか。あの、とてもね、大変だったと思うし恥ずかしかったと思うし、だけど、まあ、ちゃんとそこができてたんで、面白かったじゃないですか。まあ、正直その何々キャラになりきるは、で本当にそのキャラが定着するのはね、結構大変だと思いますけど、とにかくやりきるのはいかったんじゃないですかね。あ、やりきるのが素晴らしかったです。やりきってたね、うん、ナイス。今日は楽しかった、面白かった、みんなできてた。嬉しい。よかった。よかった。照れ笑いしないの素敵。少しばかし、しっかりやりきると楽しい。こっちが照れちゃうんですからね、やっぱ照れちゃうとね。だいたいそこがまず多分アイドルさんってね、そのなかなかできないとこだったりするんで、もしバラエティも頑張ろうと思うんだったら、そこはちゃんと照れないでガッてやるっていうのは、今後もね、たくさんいろんな企画やることになる基本中の基本になってきますんで、よかったんじゃないですか。普通に面白かった。マンジブンブンはすごくやりきっていた。ヤンキーといえば、うんうん、みんな違う個性が光っていた、うん、どんどん番組のクオリティ上がってる。やった。あの、そうっすね、企画もちょっとずつ皆さんがレベルアップすれば、企画もだんだんレベルアップしていくしっていう感じになりますんで、で、おそらくコメントもどんどん、あ、この子たちにはこういうこと言っても大丈夫なんだみたいな、だんだんそのコメントのレベルも上がっていくというか、例えば今日で言うとおすすめの防寒対策って言って、なんかボケてたじゃないですか、ユーザーさんが。あれって多分普通に何にも拾わないアイドルには絶対あんなことできないので、あ、ボケても大丈夫なんだって思われたから、ああいうボケコメントがたくさん来たっていうことがね、それはだんだんなんかいい感じになってくるじゃないですか。ありがとうございます。あ、夏美もたくさん話せるようになった。あ、よかった。コメントをガンガン拾って広がる楽しさ、だどのコメントを拾うかで番組の流れは変わりますし、まあ、イメージ的には、まあ、ツイッターやってらっしゃる人が多いと思うんですけど、そのコメントってリツイートだと思ってもらえばよくて、なんだ、自分たちのことどう思われたいか、例えばなんだ、ライブやりましたっつってガラガラだったじゃんってコメント拾ったらよくないじゃない、超盛り上がってたねってコメント拾ったらそう見えるじゃない、
だからちゃんとどういうコメント拾うかは結構センスがいるので番組の流れも変わるから、それは個人配信の時からちょっと鍛えておくといいですよね。コメント読みはさすが書いておきますよ。あ、じゃあね、強いて言うとですけども、強いて言うと、ノイミーのキャラ発掘の最初やる順番決めるときに、なんか負けた方からやる感じの流れは、なんか若干なんだろう、見ようによってはなんか後ろ向きなのかなって思っちゃうから、やらされてる感に見えちゃうから、なんだろう、勝った方からなのか、いいよ私からやるよみたいな、もうやりたくなくてもそういう積極性があった方が見てる方は気持ちいいかもしれない、うん、罰ゲームをやってる感じに見えちゃうんですね。ちょっともったいないので、あ、男気じゃんけんと同じ原理だねって感じで、まあ、そんな感じですね。ダチョウクラブ的な感じ。そうそこは結構あるけどもみたいな、前向きに番組やってんなって思われると思います。なぜ好きな食べ物ばかり聞いていたのかな。食べ物でこうキャラが見やすい。そうね、そう、確かに。めっちゃ面白かった。てな感じですかね。まあ、結構まあちゃんと今日はもうとにかく企画をやりきればいいなって思っていたので、まあ、そこも全然できてますし、プラスアルファそういう今言った通りのアドバイスもできたんで、まあ、とてもいい回だったんじゃないでしょうか。はい。じゃああともうちょっと終わんなきゃいけないので、最後はキャレになりきって締めてください。どうしよう。でもさっきのキャラ、みんなさっきのキャラ。ムシさん、みんな見てくれてありがとう。以上、私たち乗ってこみでした。